豊かな自然と歴史が息づく町、鹿児島市。ものづくり職人が身につけた技術は失われることはなく、経験とともにさらに研ぎ澄まされ、生活に必要なものを生み出していきます。子供に合わせて日曜祝日が休みの職場を探しているときに、正社員の募集を見て応募しました。昔から名前を知っている会社だったので、自分も使って味噌と醤油を使っていたので、応募の理由の一つでもあります。自分の頑張り次第では短い期間でも仕事を任せてもらえます。今はチームの責任者として仕事を頑張っています。これまで先輩方が受け継いできた100年以上続く伝統技法を次の世代に伝えていくことを目標としています。女性主体のチームで味噌を詰めています。女性も全員最初は操作できなかったフォークリフトの操作ができ、機械修理も積極的に行います。上司との距離感が近く、風通しの良い職場です。早く技術を習得するために、素直に聞く姿勢が何よりも大切だと感じています。何にでもチャレンジするという気持ちで取り組んでいただければ、職人としてやりがいがあると思います。皆さんも一緒に働いてみましょう。一緒に頑張りましょう。鹿児島市のものづくりに興味がある方は、鹿児島市職人等魅力発信サイトをご覧ください。